あのね、あのエペレキをぜひ聞いていただきたい。あ、聞いてます、はい。なんと驚きの105分。105分 !3 分増えてる。105分俺じゃなくてさっきより3分増えてる。あ、今ので3分増えたかな。105分105分、オーマイガー。そうよ。105分はランクいけないのかな。これね、しかも105分っていうのは3年前の記憶で。3年前、一旦ゼロだと思ってくれていいかもしれない。マイナスやね、じゃあ今だと。そう、3年前。お散歩を楽しんだ段階でね、違うゲームにのめり込んじゃって。何にのめり込んでそうなんですか。え、なんだろう、多分アークだと思うんだよね。あー、たっさん、じゃあランクいけるようになりますか。これどうレベル20らしい、ちなみに31レベルです、なんと。え、あれ、いけるわ。いけるんだ。いけるみたい。ルーキースタート、なんで31まで上がってるんだ。305分で、105分で31、とんでもない。え、やったやった、これローゼンタール。やってる、これやった、なんかやってんのかな。スピード的にはだって5分で1チャンピオンぐらいのペースじゃない、31で1時間でやってるね、なんかやってるね、5分で1チャンピオンは。やってるか、やってるか、才能の塊のどっちかかもしれない。もしかしたらあれかもね、なんかこのなんかスチームじゃなかったとかあるかもね、うん、あー、そうかもしんない、ね、スチームが105分なだけで、そうそうそう、EA の方でやってれば、まあ平たく見てもほぼ同じぐらいなのね。まあでもね、ほぼ100分強かった、31レベルは。ほんとだ、まあブラッドハンド一旦9キルか。見た、見ないでよ、エッチ。オッケーオッケーオッケー。泣きみたいにキル数を。いやいや、だってこれでブラッドハウンド1000キルとか出てきたらやっぱさ。あ、やったんだって。あ、やってるなってなるけど。1000キルでルーキーにいないですよ、絶対。スーパーキャリーしてくれるって聞いてきたからな、今日は。まあ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 。さすがにね。まずはやっぱね、この武器の拾い方とかね、スキルの出し方をまず思い出すところ。そんなに。で、まあ、確かに3年ぶりよ。まあそう。3年ぶりよ。ゲームはブレてるでしょ。確かにね。やだよ、俺歩き回って、拾うボタンは。マジか。それは確かにやだな。うん、見てもらうか、スキルとか。そうだね、だスキルとか分かってないし、一応今日チュートリアルはねしてきたわ。おー、一応そう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 、ね、さらっては来た。あさって、ね、どんな武器が得意かはさすがに覚えてないっすよね。うわ、得意なところまで多分行ってないと思うわ。そうですね、じゃあカービンですね、とりあえずカービン持ちましょう。カービンおすすめ。ちゃんもうカービン持っとけね、とりあえず勝ちますけど。何がいい。あーなー、ちょ待って、まんま、やばすぎる。でいいのか、もういるんだけど。もう無理だね、こういいのか。あ、味方だった。いいよ。あ、ナイス。きたー。ボスこれスキャンいけます。じゃあちょっと待って、おい、いいよ。救急ドリーン、索敵。6、お前何しに来た、悪い。こいつ一人で突っ込んできてた。頑張って。ショットガンなんだ、おすすめ。うわぁ、なんかスキルしてる。殺意高いなぁ。なんかどういうことをしたいとかあります、ボス。むずいむずいむずい。遠距離でチェックするみたいな。今までもスナイパー的なものは射程距離長いのは好き、好きかもしれない。あー、まあ確かにいいかもね。カービン結構もう射程長いんですよ、武器的に。でももっと長いのもあるんですね、全然。なんかカービンはスプラで言うと、うん、スプラで言うとどれぐらいなリールガンとかわかります。まあリールガンぐらいの射程ですね、ちょうど。スプラではわかる。ちょい長みたいな感じか。ちょい長ぐらい、そう、うん、もっといいのあったプライムぐらい。あ、プライムいいね。あ、プライム、そいつプライムっす。でも、もっと長いのもあります。あのハイドラぐらいもあるし。おお。スプラトゥーンの武器も俺が覚えてねえっすわ。意味ねえな、じゃあ。全然出てこなくて今。じゃあ意味ねえな、まあ、チャージャーみたいな武器もあります。チャージャーだね、スナイパーってね。そう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 、え、チャージャーいけんすか、ボスって。いや、いけない。短射程向き、うん、短射程向き派。じゃあもっとね、短射程向いてるかもしれないです、このボス。ここにいます、敵。これピン刺しの、まあ、OK。 あと1ボス、あいつを倒そう。ラストね、こっち。あ、飛んでる、これこれこれ、ボス、ラスト、これこれ、やべえ。ボスと戦わせよ、あいつを。いける、頑張れ。ちなみにね、その時やっぱカービンの方がいいかも。カービンじ
っと G7 でストーンやってる。いやでもいい、レレレしてるのはやばい。いい、弾を避けてる、ちゃんと。いいよいいよいいよ、弾を避けてるのはマジでない。あ、ひろさんね、それ大丈夫、いける、いけるよ、いける、ボス、いける、いける、この裏にいける、上、上乗った、上乗った、ナイス、ウィルキャン戦える、これね、マジでちょっと、いいぞ、頑張れボス、ボス頑張れ、よっしゃーい、センキュー、センキュー、ありがとう、ありがとう、倒してる、すげー、ありがとう、ありがとう、ナイス、これがエーペックス、光のエーペックスだわ、一旦ちょっとあとここだ、俺の目の前、めっちゃ目の前に敵いたわ、いける、ボス、いけ、いける、ボス、あらうえー、いいね、いいですよ、センキュー、センキュー、いいですよ、いいですよ、いいですよ、先生どうですか、エーペックスってこういう感覚みたいな感じになってきた、本当になってきた、頑張れ、行けるとこまで行ってください。ダウン。運べ運べ。これ走ってください、もう一回アンチまで。すぐそこ。どっちだ。復活。中身。ああ。ナイスナイス。ありがとうありがとう。メイド君がめっちゃ嫌。遊んでない。ナイス。まだ出てくる、まだ出てくる。まだ来る。あと20秒ででもアンチが来る。やばい。まだ戦ってるあれ。まあアンチ行く？アンチ行く？まあでもアンチはアンチ絶対死ぬけど。絶対死ぬ。うん、まだあんの？あ、死んだ。はい、ナイス。あ、いい、スライディングできるね、いい。できるよ、できるよ。あとはもうスライディングの方向だけうまくできるわ。カンペカンもいい。おぉ。おぉ。あ、いい、うまい。すごい。いいね。だけど、ボスやってるやっぱ。ちょっとやってきたかもしれない。気づかないうちに。全員やって31まで。全員倒してきた。うん。4部隊で全部アンチ外で死んだの初めてだ俺。ちょっと目離したすぎに。まあ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 。ボスがやっちゃってた。まあ、これできるんだったら、これできるとランク絶対上がりますけどね。プレデター。絶対上がる。はい、確定プレデター、スボス。チナ、初めてのチャンピオンだね。これがこれがこれがいや、大会出てほしいな、キヨシさんにも。エーペクスいけるかな、まあまあ、おもろいとは思うんだよね。最近の大会逆にね、プラチナ枠が少なすぎて需要ある、ね、あ、そうそうそう、確かに需要あるかも。アキレさん上手くなったら需要はめっちゃあります、ね、マジで、毎回大会なんかこの強い人ばっかりでも固めるとなんかバランスが取れなくなるみたいなので、ちょっと初心者寄りの人とかも探すこと多いんだけど、はいはい、毎回ね、もういやもうエーペックス全くやってないかめっちゃやるかの人しかいないから、そうなんだよ、そうなんだよ、ちょっとやったことあるかマジでいないってなってね、わかる、死に物狂いで人探してる毎回。そうなんだ、4ポイント枠ね、それで言ったら全然その枠はめちゃめちゃ需要ある説ある、ね、あるかもしれない。今から練習したらね、めちゃくちゃ需要が生まれます、うん、うわー、ちょっと頑張っちゃおうかな、頑張っちゃおうかな、頑張っちゃおうかな。あ、コハーク、あーコハークちゃん見てる、ショートファイト、OK、コハーク見てる、プレデターが見守ってる、コハークに教えてもらうのに一番早い、うん、ね、教えてほしい、わけわかんないのがマイクラうまいんだよな、え、マイクラでのさ、この辺のマイクラおかしかったもんだって、バチバチのエムミス、そういえば強かったな、そう、見たんだよ、コハークちゃんの視点気になってさ、見たんだけどさ、あの、なんで当たってるかわかんないところで全然当たってたもん、当たってた、意味がわかんなかった。ごめん、すっごい落下した。下に行けると思ってた時がありました。びっくりした今。いや忘れてた、マジでボスのその属性最近。そうだ、最近マジで、ちょっと待って、やばい、待って、ちょ、半端じゃねえマジで。ちょ待って、マジでそんなことある、やっぱ嘘でしょ、特殊なレードも出しとかないと、いざという時対応できないかなと思って。だって、一応行ってくる、一応行ってくる。あっ、レイド君二の前じゃないこれ、大丈夫？いや二の前かも。行っていいよ俺。いや、ちょ待って、そうだな、ポータルの方がいいな。あれって足つくの、あそこって。まず、いや、デスボの上は乗れる、少なくとも絶対。おお。あ、オッケーオッケーオッケー。
オッケーオッケー、帰れないもんね、この試合の。オッケー、ナイス。ああ、びっくりした、何してんすか。やめて、そういうちっちゃいミラクル。見たことない。あそこで死んでるとね、初めて見たっす、うん、見たことないやつか、はい、レイスが生きたね。あ、待って、でも、うん、モバリスあるわ。失敗しよう。じゃあ、ヒロさん行きましょう、これ。え、ないない、あるわ。こっからスライディングでここ乗りましょう、頑張って。ちょっと待って、ちょっと待って。こうやってダッシュして、ピョーンで。本当にキャラコン練習ね、これ。はい、キャラコン練習。スライディング絶対込めないでいいじゃないです。スライディングダッシュです。あ、ダメダメ、やめよう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 、そうだよね。今すごい汗出た、今一瞬で。どうやっていったの、じゃあその場合は。普通に落下したらなんかそこに、うん、そう、あっちに落っこっちゃったみたいな。そうそうそう、そういうことな。そうだよ。パスファインダーもいいんすよ、アキロさん、マジで。あ、パスファインダー大丈夫、方向音痴だけどモテるキャラ。まあ、パスファインダーなんかぴょんぴょん飛ぶ感じではあるよね。まあ、方向はちょっと頑張るしかないか。まあでも大丈夫大丈夫、方向は別に。え、なんかその普通に、うん、なんですよ、ゲームとか関係なく方向音痴なんですか。私がジャンプマスター。うん、人生まで生きてる上で大丈夫、生きてる上で方向音痴。うん、え、ボスで免許持ってる。免許はね、持ってた。持ってたか。え、持ってた。持ってた。返納ってこと。返納ってこと。早いな、返納は。まだ返納ギリ行ってなかったけど、あの更新がね、ちょっと、あ、はい、忙しさにかまけちゃって。あー、なるほどね。しなかったら免許なくなる。あ、失効します。あ、失効するんだ、うん、え、もう失効まで行ったんだ。取り直しになるってこと。そう、取り直し。それもう返納やね。ほぼ返納かもしれない。実質返納か。うん、やばい。あぶねー。ナイス。うまー。さすがに焦るわ。うまー。でも俺も今日ボスやってると結構いつも以上に力が発揮されるし、なんかバフ効果ある。ボス、バフ効果あるし、なんか守るっていう力が出るですね、ちょっと。頑張りたくなるよね。ほんと、いいバフばらまいてる。いいバフもらったかも、さすがに。ドン。ラスト1部隊。これ、よいしょー。やったー、イエーイ。勝利です。すっごいなんかすごいな。何それ。壊れた機械みたいになってる。だいぶ壊れてない。怖すぎ。見て、すごい。ゼロ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 でもないですね。ゼロ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 ね。ナイスです。イエーイ。はいはい、うーポンポン、うー、せーの、ゴーゴーレッツゴー。